シュセイクラブ沖縄プレゼンツクルマザレディオ、仕事バンバンプラザ。はい、ラジオをお聞きの皆さんこんにちは、金曜日の午前11時になりました。シュセイクラブ沖縄プレゼンツクルーマザレディオ第111回目の放送です。はい、クリボッチの皆さんが今日はたくさん出ると思うんですけれども、私はちゃんとね、二次元彼女と過ごすっていう予定を入れておりますので、はい、素晴らしいですね。はい、キンキンです。よろしくお願いします。はい、FM那覇をお聞きの皆さんおはようございます。そしてハッピーメリークリスマス。実はね、記念すべき第111回目、ごろいいですね、本年ラストのクルマザレディオ生放送となりましたので、皆さんぜひ最後まで、聞いていただけたら嬉しいです。ということで本日もキンキンさんと一緒に元気よくアシスタントを務めてまいります、ゆるるんうちな女子こと吉永雅代です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、巡回員になりますありました、マサヤさんですね。はい、そうなんですよ、はい、ちょうど昨日はい、マッチング懇親会に参加してきました。マッチングもデビュー。あ、マッチング皆さんありがとうございます、うん、すごい楽しかったのでね、はい、後でまたお話できたらなと思います。そうですね、はい、主政クラブは例会だけじゃなくてね、はい、マッチング懇親会からね、そうですね、うん、4時会ぐらいまでありますからね。はい、もうついついね、はい、2次会まであかねさんのところでちょっとのつもりが盛り上がっちゃいました。はい、うん、それが罠です。はい、トラップにかかりましたが、翌日がちょっときつい。でもそういう仲間がね、はい、集まってるのがね、シュセイクラブなので、そういいですよね、和気あいあいと、はい、はい、楽しい時間を皆さんありがとうございます。はい、はい、この番組は経営者の集まりであるシュセイクラブから毎週会員さんをゲストでお招きして、ご自身のことや事業のことなどについてたっぷり語っていただく番組です。本日も素敵なゲストに、お越しいただいておりますので、この後すぐ紹介していきたいと思います。はい、そして皆様からのコメントやご質問どしどしお待ちしております。コメントやご質問はツイキャスまたはクルマザ .pr@gmail.com までお送りください。アプリのリスラジからも聞いていただけます。そして皆様お待ちかね、上原ミートさんのアグーもも肉セット、なんと 800g 分抽選で1名の方に当たります。皆さんね、ぜひお見逃しなく、お見逃しなくこの機会をね、うん、はい、これから年末年始といろいろお祝い事たくさんあるかと思いますので、うん、ぜひ上原ミートさんの美味しいお肉でね、元気をつけてもらえたらなと思います。はい、でこちらの、お肉の応募先なんですが、先ほどと同じく車座.pr@gmail.com の方までですね、お名前、本名とご住所、そして番組への感想などを添えて、お肉セット希望と記載の上お送りください。はい、うん、はい、皆様からのたくさんのご応募お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、この番組は毎月第3水曜日に開催中の仕事バンバンプラザ シュセイクラブ沖縄の提供でお送りいたします。車座 PR タイムスタート。自家製ピッツァと生パスタが美味しいお店、一銀通りのスポットライトです。ランチタイムはお昼12時から4時まで、ディナータイムは夜18時から深夜3時まで営業しています。お電話番号 098-863-8999、 皆様のご来店心よりお待ちしております。車座 PR タイムスタート。突然のリスクから守り抜く覚悟がある。寄り添う、守る、安心をお約束。私たちは大同火災ビジネスパートナーズです。
車座 PR タイムスタート。最近抜け毛が増えた、髪が細くなった、そんなお悩みはリタラボへ。一人一人に合わせた頭皮ケアをご提案。健康で扱いやすい髪を実現します。那覇市小禄頭皮ケア重視のヘアサロンリタラボへご相談ください。車座 PR タイムスタート。沖縄春屋の又吉です。沖縄県産のにジュースといえば沖縄春屋、農薬不使用のシークワーサー果汁といえば沖縄春屋。毎日の健康習慣におすすめします。沖縄春屋で検索。車座 PR タイムスタート。沖縄科学教材社の島袋です。子どもにとって絵本は心の成長を育む大切なものですね。絵本が半額で買えたなら子どもに与えられる夢も倍になる。沖縄バーゲンブックは厳選した新品の絵本を半額でご提供します。 LINE 会員も募集中。やっぱりステーキのお肉が柔らかい秘密は、毎日お店で手作業で真心込めて丁寧に下ごしらえをしているから。手間をかけた分お肉だって美味しくなる。それもやっぱりステーキの手仕事品質、やっぱりステーキ。はい、ユイレール三重橋駅から国際通りへ向かって徒歩1分、FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしております。姿勢クラブ沖縄プレゼンツクルマザレディオ。まずは今週のゲストにご自身の授業を紹介していただくコーナー、今週のクルマザです。はい、はい、ここでですね、ちょっとツイキャスからもね、うん、ちょっと先に応援メッセージいただいているので、紹介させてください。はい、いつものあの方々から届きました。ちょっとストリーム軍団ののりおさん、かんさん、長谷川、のりおさん、かんさん、そして、長谷川さん、それから同じくちょっとストリームの、宮ターキーさんですね、あとのりおさん、のりおさんいったかな、ありがとうございます。皆さんおはようございます。はい、はい、ちょっとね、いろいろ届いてるんですが、一旦素敵なゲストをご紹介してから、はい、またコメントもゆっくりと紹介させてください。はい、はい、よろしくお願いします。はい、では、今週のゲストを紹介していきます。はい、はい、今日のゲストは、C4 の、山口愛さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。山口です。はい、なんか今日華やかですね。久しぶりにナイスクリスマス。はい、ナイスクリスマス。メリクリ金さんのテンションが上がっています。はい、早速ね、皆さん、コメントありがとうございます。紹介していきます。のりおさん、あなたの心のオアシスのりおです。皆様こんにちは、メリークリスマス。メリークリスマスのりおさん、そしてカンさんもこんにちはと来てます。こんにちは、ありがとうございます。そしてお待たせしました、長谷川さん、キンキンとマサヨ、そしてゲストさんと FM 那覇をご視聴のオーディエンス、グーテンターク。今日のベルリン3丁目は4度でおます。午後からハワイアンズで露天風呂でも入りに行くかな。ベルリン、毎回ベルリンにいるじゃないですか、長谷川さん、謎なんですけどね、どこのベルリンにいるのかなっていう感じなんですけども、はいはい、そしてのりおさんから、山口さん綺麗と。お、はい、でしょ。おでしょ。でしょ。長谷川さんは愛さんのことご存知なんですかね。愛さん髪切ったごめんなさい、この間の続きです。はい、初見ですよね、長谷川さん。はい、はい、ありがとうございます。ドキドキ罠が仕掛けられてる、ね。はい、そうなんですよね。ちょっと罠にすぐにかかっちゃうので私。はい、はい、そしてあかねさんからもいただきました。はい、おはようございます。いつも明るくて爽やかな笑顔で接してくださるスーパー癒し系の山口愛さん、牛ヒレカツ食べに行きます。マサヨちゃん、あかね初ご来店いただきありがとうございます。飲んでも明るく優しい人柄は思った通り特にレディーガガの歌最高でした。また飲みましょう。なんかパワーワード出てきたね。ありがとうございます、あかねさん。もう本当にね、昨日楽しすぎて、もうちょっとの つもりがね、はい、あかねさんの魅力にはまって、この通りちょっと
声も少しこもってるかもしれないんですが、はい、あの楽しいクリスマスをかけて迎えられてます。そして金さん、来年は霊界にもっとお顔を見せていただけたら嬉しいです。マセオちゃん2日用意してるかも。なので今日はいつも以上によろしくお願いします。笑いと来てます。さすがですね、あかねさん、優しいお気遣いありがとうございます。はい、ね、いかにちょっと懇親会からのまたね、うん、二次会三次会がしじみさんの方でもまた二次会あったそうなんですけど、うん、はい、あの盛り上がったかが伝わるかなと思います。よかったよかった、はいはい、うん、ね、うん、来年は行きたいな、やっと面談終わったし。はい、もうぜひね、はい、あの金さんもまたお待ちしてます。うん、じゃあ山口さんの話、はい、そうなんですよ、聞いていきましょう。はい、はい、山口さん、改めてですね、本日はあの初めてのご出演ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。早速なんですが、簡単にですね、はい、あの再度事業面等のご紹介、自己紹介をお願いいたします。はい、ですね、恩納村の前田岬のすぐ近くでダイビングショップと、うん、バルコラボ、うん、オーシャンテラスっていうフランチャイズの、うん、飲食店を、経営してます、うんうん、はい、はい、恩納村ですよ。恩納村ですね、はい、まあ見て分かる通り浮き輪なので潜れないんですよね。ダイビングが大丈夫です、重りつけて重りつけすればせますんで。いや、すごい素敵なロケーションで、うん、じゃあダイビングショップを営まれているんですね、うん、はい、そうですね、すごい近くに、うん、前田岬のすごい近くにお店があるっていう話ですね、うん、そうです、そうですね、うん、歩いたら10分ぐらいかな、うん、車だったら 2,3 分です、うん、はい、なるほど。最高ですね。しかもこんな笑顔が素敵な愛さんが迎えてくれるんですか。私事務所にこもってるんですけど。代表ですよね。水着姿は見れないのか。あ、いやです、それは、ご指名いただければがっつり出てきますけど、水着ビキニで、はい、高くあの設定してください。はい、その時は、はい、どういうね、うん、ショップなのかなどなど、はい、いろいろ、ね、聞いていきたいと思います。うん、はい、うん、バルコラボさんが入ってる、はい、はい、入ってます。それも経営、はい、あのフランチャイズです。え、面白い。あの、もともとなんかこのダイビングショップで建ててるんですけど、うん、3階を何にしようかってすごい悩んでて、うん、で、3年前かな、私が趣味でって言ったら変なんですけれども、うん、ちょっと駐車場が少ないので、自分の、ダイビングショップにソードフィッシュに来ていただいたお客様を、うん、そのまま上に上がっていただいてハンバーガー屋さんをやろうと始めたんですけれども、うん、やっぱなんて言うんですか、うん、ノウハウがあまりにもなくて、うん、私ももう二十歳からずっとダイビング、このマリンスポーツしかしてきてなかったので、うん、はい、はい、あの美味しいハンバーガーは作れたんですけれども、うん、ちょっとノウハウが足りなくて、そこで、うん、あのこのバルコラボさん、うん、要は、リュキュアスティーダさんですよね、うん、と知り合うきっかけがあって、うん、でじゃあもうフランチャイズだったら全部ノウハウをくれるじゃないですか、うん、じゃあやっちゃえっていうことで、うん、はい、今に立てます。すごい。そうすると、はい、女村で肉が食えるって話なんですね。そうです。海でも泳げて泳げて、うん、泳げて、だって多分お腹すくじゃない。もうそう、最高ですよね、うん、やっぱ海のロケーションにね、あのお肉、 あと牛、うん、牛ハンバーグ、先ほど言われてたハンバーガーのようなメニューも置いてるんですか。あ、そうですね、置いてます。いいですね、やっぱ飲み食べたくなりますね。そうそうそう。なのでお客様をいかにあの体力を使わせて泳がせるかが、はいはいはい、素晴らしいセットでね。そうそう、でもやっぱこれ沖縄のなんかすごいあの最高の海のロケーションに、うん、ちょっとやっぱこう外というか美味しいお肉、うん、あの牛だったりハンバーガーだったりとか、うん、いただけるってなんかもうまさに観光客の方にとっても、うん、なんか嬉しいセットっていうか、うん、そうですね、うん、沖縄で、うん、大根もセットして飲ましましょう。それがね、大根ないんですよ。あ、そうなんですか。恩納村って、うん、那覇ってもう本当に何時でも、うん、なんなら昼飲みしても大根って捕まえようと思えば捕まるじゃないですか。恩納村は皆無でした。調べ上げたんですよ。そうなんですか。そう、主政クラブね、たくさんそう、ね、でも多分恩納村まで行ってたら、はい、アウルさんにちょっと交渉してみようかな。そうですね、あのただ本当に、事業展開というか進出する、うんうん、あの、うん、余地というかチャンスがあるんですね。そうですね、女村にはありますね、うん、
女村っていうかバルコラボのコラボでねやるといいかな、ね、はい、他のところは使いませんけどうちは大丈夫ですっていうね、あくどい動線です、動線大事ですよね、大事です、それ大事です、うん、はい、のりおさんが4階はマセオグッズで埋め尽くしてくださいというもう笑いマークで来てますが、もうあのグッズがあるんですね、グッズ、いやいや、のりおさんの小ボケですよ、笑ってください、ああ罠にはまってしまった、罠にはもう二人罠にはまっちゃったじゃないですか、もうのりおさんどうしてくれるんですか、なんでこんなリアルタイムでコメントくれるんですか、ああそうですね、愛さん初めて、うん、あのこの車座レリオは面白いことに、うん、この FM 那覇の 78.0MHz の電波で聞いてくださってる方もいれば、こういうライブ配信的な感じでツイキャスで私たちの動画付きでですね、うん、はい、あの、すごい随時コメントが来るんですよ、最近はおはがきとかファックスとか来ないですよそうですね、おはがきとファックスでは、うん、あの最先端の、はい、ラジオ、うん、生放送、そろそろファックスは廃止してほしいと思っているキンキンです、はい、あ、そしてね、総裁さんからも来ました、今日は FM 那覇のスーパースターのキンキンだ、キンキンさんだ、はい、キンキンさん今年最後の布教活動ですねと来てます、はい、リアルタイムでは見てないですけど、うんうんうん、見てますよ総裁さん、うん、しょっちゅういじられてるのを見てますよ、素晴らしい、ちょっとストリーム軍団のね、はい、熱い皆さんですから、はい、ありがとうございます、はい、そう、じゃあ先ほどのね、うん、海とダイビングショップとバルコラポのお話、うんうん、はい、あとマリンスポーツも何か提供してるんですか、うん、気になってました、はい、ダイビングショップですね、うん、やっぱり女村といえば青の洞窟、うん、はいはいはい、で、スノーケル、ダイビング、うんうん、あとはシーカヤック、洞窟の中にはシーカヤック入れないんですけれども、はい、シーカヤックツアーとかサップのツアーとか、うん、あと南城市の方で、うん、バナナボートとかの引っ張り系、うん、なのでいつか主催の皆さんにバーベキューとマリンスポーツでっていうのを提供、ご提供させていただけたらなと思うんですけれども、うん、そう、夏だ な, なんかそうなの、なんかもう、うん、私が入会させていただいたのが7月かな、うん、もう本当に全盛期だった、夏真っ盛りだったんですけど、うんうん、コロナでそんな様子ではなく、はい、でもう冬に入っちゃったので、うん、6月7月ぐらい、そうですね、はい、これはあの時はね、あの時はもうあれだったじゃないですか緊急事態宣言、そうそうそう、いろいろありましたから ね、なんかあったのかな、あ、俺にいつもあるよいつもあるよそう、いろいろね気使うご時世だったけども、来年こそはね、うん、はっちゃけたいですね、本当にそんな年になってもらいたいです、ね、いやもうぜひにお願いします、楽しみが増えます、やっぱり、はい、うん、綺麗な海とバーベキュー、ね、うん、セットで、うん、はい、ここでね、永井さんありがとうございます、主催の永井純一さんからもコメント来てます、愛ちゃん早く肉バル行きたいです、2月15日楽しみです、そしてマセオさん、昨晩はお疲れ様でした、やっぱり食べ方美味しかったですね、キンキン早く例会にも来なさいよ笑い来月には行けるかと、うん、はい、のりおさん、うん、何何、山口さん、のりお教のイメージがあるになってください、高いですよ、もうそう高いですよもう、うん、はい、そして、勝さんから、マサヨさん、キンキンさん、ゲストのや愛山口さん、おはようございます、主催のイベントでやっちゃいましょう、釣りも追加してください、素晴らしい、あ、はい、あと伊坂さんからも来ましたね、伊坂さんありがとうございます、80年にデビューし1994年の0061北京より愛を込めてで監督として初めてクレジットされ、2001年の少林サッカーは香港映画歴代興行収入の記録を乗り換え、2002年に日本ブルーリボン賞を受賞、監督としても活動してます、チャウシンチーです、チャウやろチャウやろ伊坂さんはい、はい、うん、ちょっと待って、キンさんもコメントお願いします、あ、僕ですか、そうですよ、はい、伊坂さん、いや ここはあえてなんかうん、うんっていう雰囲気の方がいいのかなと思って、そう、もういやいやいや、もう伊坂さんいつもね長くて読みづらいんです、もうちょっと手柔らかにお願いします、うん、はい、ということで、はい、はい、皆さんコメントありがとうございます、ありがとうございます、うん、はい、はい、あ、じゃあ、多分ちょっと割れてる、すいません、ちょっと音割れてましたかね、うん、皆さん、はい、少し、うん、はい、はい、ありがとうございます、音楽はい、ここでね
愛さんのリクエスト曲をね用意してもらってるんですよね、うん、はい、あのちょっと愛さんの方から曲の紹介と一言思い入れ、うん、あ曲の紹介、はい、いや、俺が言いたい。そうですよね。まあ、いいよ、そうですね。すみません、すみません。そうそう。はい。はい。はい。リクエスト曲はミーシャの愛の形。はい。キンキンさんには名前が名前で選んだでしょう。キンキンさんが突っ込み入ったんですが、はい。うん。お気に入りポイントとかありますか。多分なんですけど、うん、おそらくこれが流行った時に私妊娠してたんですよね。はい、もう何もできなくてっていう時に、うん、もともとミーシャさん大好きで、はい、で本当に辛い日々を、なんか励み、あ、うん、なんていうのかな、支えられたというか。そうですね、支えられましたね。はい、すごいなんか思い入れのじゃ深い曲ですね、はい、ありがとうございます。それではお聴きください、ミーシャで愛の形です。どうぞ、はい。車座 PR タイムスタート。昭和28年創業、上原ミート。沖縄の食を支えて半世紀、昔も今もこれからも沖縄の肉文化の継承と発展に取り組みます。豊かな食生活へのお手伝い、上原ミート。車座 PR タイムスタート。ベストウエスタン沖縄女ビーチは、沖縄県恩納村にあるプライベート感あふれるビーチの目の前に立つリゾートホテル。静かな海を楽しみたい方にはおすすめのホテルです。 LINE でベストオブウェスタン沖縄を検索。車座 PR タイムスタート。ストレスチェックを活用したい、メンタルヘルスを導入したい、社員のメンテナンスをしたい、
より良い労働環境に向けてぜひ相談させてください。企業側の視点、従業員側の視点、あらゆる切り口でお役に立ちます。企業メンタルヘルスのアルカディアで検索。車座 PR タイムスタート。オリーゼ本舗大場さゆりです。昭和19年より自然本物こだわり、砂糖不使用の発酵食品を製造、麹、酵母、乳酸菌がみんなの元気、きれいのお手伝い。オリーゼのサンプルは今すぐオリーゼで検索。車座 PR タイムスタート。プロフェッショナルとは理性、知性を持ち合わせ、知識、技術に卓越し、人間力によって人々を魅了し、社会に貢献する存在。保険で皆様に貢献できる存在となります。 Be Professional for Customers Human Rights 株式会社。那覇市沖江通りにあります FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしております、ステイクラブ沖縄プレゼンツ車座レディオ。この番組は毎月第3水曜日に開催中の仕事バンバンプラザ、ステイクラブ沖縄の提供でお送りしております。次のコーナーはナビゲーターが今週のゲストと話したいことについて切り込んでいく車座の目です。はい、素敵なゲストね、引き続きの C4 代表の山口愛さんとお送りしてまいります。ツイキャスから、たくさんコメントいただいて嬉しいですね。聞き捨てならないのが一つあるんです。これはちょっと読んだ方がいいかなと思うんですよね。はい、金さんからお願いします。金さん、コロナが完全収束したらおもろ町のジョジョ園に僕のおごりで行きましょうと書いてあります。喜んで。そしたらキンキンさんだけですか。マサヨ喜んで。私も忘れてませんかつって、はい、ご一緒させてください、よかったら。愛さんにですね、応援メッセージ、もずくうどん清和食品さんからいただきました。 ありがとうございます。山口さん、朝から笑顔素敵ですよっていう、本当に私たちも癒されっぱなしですよね。おかげでキンキンさん のテンションも上がりーの、上がりーの上がりーの、楽しく、トークさせていただいてます。そしてゴリッチャンさん、皆さんこんにちはと、ありがとうございます。ゴリッチャンさん、お久しぶりです。ちょっとストリーム軍団の美女担当ですね、ゴリッチャンさん。はい、ありがとうございます。のりおさん、お弁当買ってくるということで、いってらっしゃいませ。はい、のり弁なんですかね。のり弁、きっとのり弁だと思います。はい、はい、じゃあ引き続きね、愛さんにいろいろ切り込んでいきましょう。はい、切り込んでいきたいと思います。お願いします。はい、一応あれですね、腹を減らした後のバルコラボということで。腹を減らさせた後の、減らさせた後のね。どんなメニューとか扱ってるんですか。あ、はい、そうですね、バルコラボって、私たち13店舗目、直営も入れて13店舗目なので、結構那覇市内に在住の方々は行ったことあるのかなとは思うんですけれども、王道のなんだっけ、牛レアカツカレーとか。牛レアカツカレー、そう、美味しそう、美味しいんです。なんか危ないこう耳障りがしますね。ざわざわしてきた。ドハマりしそうだね、キンさんね。あとはパスタ、ピザ、バルなので、まあちょっとイタリアン、バル、そう、イタリアン系です。はい、で、フランチャイズなんですけれども、結構このバルコラボさんって緩いんですよ。結構というか、かなり緩くて、自分たち出したいもの、例えば私が前やっていたハンバーガーとかも残したかったんですよね。で、そういったのももうガンガン入れちゃいなよみたいな、一度もちろん食べてはもらうんですけれども、もう自由自在にアレンジして、なので直営では味わえないバルコラボオーシャンテラスのメニューとかも結構たくさんあるんですよね。はい、なので、そういいですね。ハンバーガー気になる。私も、でもカレーもすごい食べてみたい。そう、体力使った後の、海でいっぱい泳いだ後の、カレーとか、最高ですよね。食べたくなります。確実に消費以上のカロリー摂取になりますけどね。心も、心ももうね、満タンにしてくれるし、心も満たして、お腹も満たして、はい、
お酒もあるんですよね。お酒ももちろんあります。宿泊は近くのホテルに行けばいいんですよね。そうです、ベストウェスタン沖縄。これ言わなかったら殺されるの。最高ですね。あ、そこからお迎え来るんですよね。あ、そうそう、あのベストウェスタンさんだけ基本私たちあの送迎っていうのをやってなかったんですけれども、うんうんうん、あのうるさい総支配人分かります？ケイさん。もうねすごい圧で迎えに来いと。ケニーさん言っちゃダメですよ。ケニーさん。そうなんですね。なので送迎の方させていただいているので、どんなに飲んでも大丈夫です。なるほど。あ、はい、すごい、うん、そうですね。じゃあそこの方も、ちゃんとプランに入れながら、うん、あのダイビングをし、うんうん、お腹を減らした後はバルコラボで飲めや、うん、歌えや、うん、歌いもあり。歌はないですね。歌はなし。はい。あのツイキャスの方でですね、はい、のりおさんもお弁当をのり弁買いに行ってる場合じゃないですよ。あのこの間、うん、ベストウェスタンさんの宿泊券当たったんですよ。当たっている、そう、当たっている、にもかかわらずので、もうこれは愛さんのお店も使うしかないです。行かれてください。必ずや、ね、はい、必ずや。のりおさんの弁当をクイズに出してる場合じゃないです。早く戻ってきてください。はい。そしてゴリッチャンさん、うん、山口さん、はじめまして。はじめまして。本当に素敵な笑顔ですねと。はい、ありがとうございます。山形の美女です、ゴリッチャンさんは。はい、お腹空いてきましたとあのいただいてます、うん、本当にね、あの沖縄のね、素晴らしいロケーションの海と、そしてね、愛さんのダイビングショップでまた肉バルもがっつりとね、はい、楽しんでもらいたいですね、うん、皆さんに、うん、県外から聞いてくれてる方多いのでね、ツイキャスは。はい、そうなんですよ、うん。あ、そして総裁さん、ありがとうございます。先ほどのね、ジョジョ園マセオさんももちろんということで。ありがとうございます。言わせてませんか、大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。本当にあの愛さんの、うん、愛さん今事務所がメインなんですね。これはもう本当にあのね、こういう笑顔の感じ方、スタッフの方がね、うん、迎えてくれたらさらに。いや、さっき指名してくれたらっていう話が本当、本当ですか。もしもしなんか出てきます。ビキニでしたよね。ビキニ姿で、はい、お願いします。できれば白で息を出してくるんです、ここで。ゴリッチャンさん、ありがとうございます。沖縄に行った時はぜひ行かせていただきますというコメントをいただきました。はい、ありがとうございます。はい、のりおさん、お帰りなさい。はい。はい。あかんさん、弁当まだ買いに行ってないんですかね、のりおさん、うん、はい。はい、皆さんありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、まあ、はい、走りすぎてない、大丈夫。ちょっとはしゃぎすぎてる気がする。そうですね。すいません、やっぱちょっと昨日から、ね、やっぱね、私もすいません、マッチング懇親会でもうたくさん飲んで、あかねさんでたくさん歌ってからの今日クリスマス、県ラスト、ね、クルマザーレディオのちょっとテンションがちょっと高すぎるかもしれないですので、はい、はい、あのフォローよろしくお願いします。金さん、いや楽しくてね、いいよね。さすがクリスマスイブね。はい、はい、そうなんですよ、うん、で、愛さんにもっとちょっとお店のお話とかも聞きたいんですけれども、はいはい、特にまたこれからの時期とか、うん、なんかおすすめのメニューだったりとか、こういう活用方法もありますとか、うん、はい、あったりしますか、うん、そう、実は上原ミートさんのお肉、うんうんうん、バーベキューで、はい、お取引させていただいていて、はい、なので、あのテラス、3階がテラスになっているので、そこで、はい、あのバーベキューを楽しんでいただくことができます、うん、最高ですね。今日は何かイベントやってないんですか。うん、何もやってません。でも、うん、なんだろう、あの県民の方ってすごいバーベキューを好きですよね、うん、そうですね、なんででしょうね、はい、なんででしょうかね、うん、海は見るもの、見るもの、食べるとこ。そうだからある程度遠くにある海を眺めながらの、うん、そう、そのテラスでのバーベキュー、私好きだな、好きです。県民率すごい高いんです。あ、そう、ナイチャーよりも観光のお客様よりも県民、うん、チラトクとかこの県内在住者向けのプランの方が、はい、結構、はい、利用率が高くなってますので。素晴らしい。そう、
これ面白いですよね。そうすると、うん、主催クラブのメンバーは全員一度行かないといけないっていう話なんですね。そういうことでございます。まあでも言われてみたらやっぱこの海に潜るとか泳ぐっていうこの楽しみもあるけど、それはそれでまた海を見ながらこのバーベキュー楽しむっていうのがなんかなんていうのかな、馴染みがあるというか、テンションがまたそう上がる、海見ながらビール飲んだり美味しいお肉食べたりとかがありますね。なんか沖縄文化といってもそうね、なんかビーチで飲んで朝までずっとなんか潰れてるっていうのがね、なんかこう大学生の頃とかね、はい、よくやってた気がする。やってましたね。沖縄あるあるかもしれないですね、うん、多分その頃ね、うん、あの沖縄飲酒運転ゆるい時期がありましたね。ありましたありました。そうですか。もう何年前ですか。結構20引いたら27だから30年くらい前じゃない。もっと、あ、そこもっと前。そうそうそう、今となってはね、と考えられないですよね。最近白バイだらけですね、那覇市内。 あ、そうなんですか、うん、何も悪いことしてないからドキッともしないんですけど。でももう白バイがすごいです。すごいですよね、うん、悪いことしないけどパトカーと白バイ見たら私ドキッとします。あります。わかります、わかります。なんででもこういうシーズンっていうのもありますかね、うん、ちょっと年末で、そうでしょうね、いろいろね忘年会とか集まりも増えてるし、ちゃんと代行使いましょう。はい、代行使いましょう。はい、はい、また愛さんがねそこも計画、あの今後はい、お店利用の時にはね、あの楽しみですね。ご提案させていただきます。はい、はい、じゃあそろそろ、CM 行ってみますか。はい、CM 行きましょう。ということでね、皆様と、あのコメントをくださった皆様と、愛さんありがとうございます。ありがとうございます。車座 PR タイムスタート。沖縄の青い海と白い砂浜をイメージして作り上げたチュラプリン。どこにもないこだわりの詰まった何度でも食べたくなる美味しさと最高級プリンをお届けいたします。大切な方へ贈り物にはぜひ沖縄のプリン専門店琉球プディングへお越しください。車座 PR タイムスタート。最近スナック行ってますか。キンキン冷え冷えビールにハイボール、美味しい泡盛と一緒にどうですか。久米日清醸交番並び高ビル2階あかねで一緒に飲みませんか。やっぱりステーキで食べていくってことをやっぱるっていうらしいです。僕なんかこの間やっぱったばかりなのにもうやっぱりたくなってます。え、あなたはもう今日やっぱった、じゃあもう決まりじゃないですか。ヒゲス今日もやっぱります。やっぱりステーキ。車座 PR タイムスタート。今日もやっぱる。沖縄の締めはやっぱりステーキ。スープサラダご飯食べ放題でなんと1,000円。パワーをつけたいときはやっぱりステーキ。ストレスに勝ちたいときもやっぱりステーキ。ダイエットにもやっぱりステーキ。今日もやっぱるやっぱりステーキ。はい、ユーレール三重橋駅から国際通りに向かって徒歩1分 FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしております。シティクラブ沖縄プレゼンツクルーマザーレディオ、引き続き今週のゲストは、C4 の山口さんと一緒にお届けしています。はい、はい、で次のコーナー、ナビゲーターが独自の視点でお届けするレディーナビゲーションですけれども、うん、はい、はい、そろそろメリクリですよ。そうですね、はい、メリクリですよ。あのね、ツイキャスコメントからも、うん、また新たに見てくれてる方いますね。キャスバル兄さん、うん、秋葉原駅電気街口から、うん、こんにちはということで、うん、ありがとうございます、はい、はい、そしてね今日のもう素敵なゲスト愛さんなんですが、うん、もう皆さんにこのやっぱり癒しスマイルが大好評で、うん、総裁さんからはですね、笑顔の素敵な山口愛さんに質問です。好みの男性はどんな男性がいいですかと来ているので、番組が終わる頃までにちょっと考えててもらえたら。いや、ジョジョ園で聞いたらいいんだけどな。あ、ジョジョ園はい、そしてゴリッチャンさん、やっぱルートありがとうございます。のりおさんも奈良からありがとうございます。本当にあの明日は、奈良かな、ホワイトクリスマスになるかもと、ね、うん、はい、
もう本当にゴリちゃんさんからもメリークリスマスイブですねと来てますので、はい、ちょっとはい、あのここから金さんのメリクリトーク、はいはい、メリクリトーク兼ねながらまた引き続き、ね、はい、愛さんと、はいはい、皆さん最初からね、うん、クリスマスがどうのっていう話を俺がしてるのって違和感感じない、うん、どう突っ込んだらいいどう突っ込んだらいいから、私信者よはい、はい、今日買ってきました、ヤングギター、はーい、お久しぶりですね、すごい、あ、信者なんでございます、はい、どういうことですか、何の信者かちょっと説明を、うん、世紀末って知らないですあんまり、いや、名前は分かるんですけど、はいはいはい、デーモン小暮閣下を、はい、なんかちょっと X ジャパンとかぶってしまって、あ、そう、かぶらない。金さん、あのね、布教活動はやっぱ初めての、ね、うん、初めての方にも魅力をバシッとね、そうバシッと、曲がいい、わかりやすい、で、MC が面白い、うん、で、実はすでに、うん、すでに解散している、あ、はい、残念、あじゃあもう、だからこそですけどですよ、ですけどですよ、うんうんうん、ここの方にね、はい、エース清水長官という方がね、今回のビデオミサっていう、はい、まあミサをやるんですね、うんうん、そのビデオミサで復活されたんですよね、うんうんうん、もうこれが言いたい、わー、はい、おめでとうございます、はい、うん、構成員がいるわけですよ、うんうんうん、そうすると宗派が分かれるわけですよあのめっちゃ私を見て喋るのやめてもらっていいですか今布教活動中なので向こういつでもあの同意ができなくて、愛さんが困惑しているので、ね、どこでうなずいたらいいのかすらわかんないんですよその話題金さん、はい、はい、あのお仲間様からですかね、はい、あのメッセージがツイキャスいっぱい来てますよありがとうございます、はい、ご紹介お願いします、はい、うん、そう、ゴリちゃんさん、キンキンさんは世紀末信者だったのです、はい、はい、なんです、うん、そして、あ、大輔さん、丸の内通りから、はい、こんにちはということで、はい、あ、沖縄にいらしてることかな、初めてかもしれないです、うん、コメントありがとうございます、もしかして信者ですかねその次からキャスバル兄さんからですよ、はいはい、お前を老人形にしてやろうか、はい、ねえ、うん、はい、でもこれ、うん、お前をじゃなくてこれもなんだな、え、お前も、お前も惜しい、惜しい、惜しいですね、はい、はい、総裁さんもいろいろ、あ、総裁さん詳しいですね、多分ね、うん、盛り上がっちゃうかもしれない、ね、あ、そうですね、ちょっと皆さんあのいっぱいコメント本当に、あ、はい、もずくうどん清和食品さんからも来てますよ老人形にしてやろうか最後まで読んでください、金さん、さすがです皆さんありがとうございます、あ、もうやばいっていう目で見られている、ね、はい、すみませんちょっとあの見境祝いが盛り上がってますね、あ、でもゴリッちゃんさん女性なんだけど詳しいのかな、私子供の頃山形にイベントで世紀末さんが来た時、うん、たまたま見に行って、はい、あ、信者の皆さんとお写真撮った写真がありました、すごい経験、うん、さすがですね、はい、これはもう、うん、あれだよね、これはもう、はい、うん、信者になろう今年は、あ、今年来年にかけてはビデオミサありますからね、はい、私はまた1月に参戦します、いや、うん、はい、もうすごい、うんうん、うんうん、あ、じゃあ曲をねちょっと今、はい、キーさん用意してもらってる間に、あ、総裁さんからは、はい、お前という言葉は、うん、これはお前でいいのかな、お前が語源やから、実は尊敬語丁寧語、あ、素晴らしい、ありがとうございます、うん、あのさすが知識が豊富な総裁さんですか、はい、はい、じゃあちょっと皆さんねありがとうございます、三沢界隈が盛り上がったところで、はい、はい、キーさんが厳選した一曲をね、これからそうですね、うん、届けていこうと思いますが、思っているんですけども、ありすぎてちょっと迷ってます、もしかして、うん、違うんですよ、違うんですか、違うんですけれども、はいはいはい、うん、しょうがないな、本当はね悪魔のメリークリスマスっていう曲をやろうと思ってたんだけど、はいはい、今ね、うんうん、ネットワークエラーが起こってて、ネットワークエラー、ゼウスの妨害って言うんですけどね、ゼウスの妨害、うん、
なのであの世紀末ミサ局っていうのにします、はい、はい、大丈夫ですか、少し電波環境落ち着いたら、あ、OK です、です、はい、ということでじゃあ、はい、行きましょう、はい、世紀末ミサ局第2番、うん、創世記です、どうぞ。ちょっとすみません、電波がおかしいかな、せ、はい、出ない、もしかすると接触、いや、あ、ではないですか、うん、はい、うん、これは本当にゼウスの妨害ですね、ゼウスの妨害できますね、はい、もう生放送ならではのなんですが、皆さんすいません少しお待ちくださいね、はい、うん、ちょっと今音源を確認中でございます、うん、はい、あ、大丈夫だと思います、はい、愛さんも、はい、ちょっといろいろ巻き込んだゼウスの妨害だから、はい、はいはい、エンディングいこう、はい、残念、はい、ね、ツイキャスからは、カンさん、悪魔のメリークリスマスは前回の番組でかけました笑いと、うん、来てます、はい、そして総裁さんからもゼウスの妨害が LINE スタンプにもある、ここは金さんのアカペラでということも、皆さん優しいフォローたくさんありがとうございます、ゴリちゃん出てきましたよかったです、ゴリちゃんさんからもね、はい、恐るべしゼウスと来てます、のりおさんからマセオさん、私とカッカのメイクして一緒にデビューしましょう、こんちきショーのネタでというはい、もう皆さんありがとうございます、皆さんの応援のおかげで、はい、ゼウスの妨害が復活して、いや依然として妨害されている、依然として、はい、流せそうですか、あ、流せなさそう、やっぱ、あ、すいません、じゃあちょっとね、ここはお休みで次回の楽しみにということで、一旦ちょっと、はい、バックミュージックに入りたいと思います、はい、はい、あ、テンション上がったはい、那覇市沖江通りにあります FM 那覇のスタジオから、もう生放送らしくしっかりと、ね、はい、事故を起こしながらお送りしてまいりましたシティクラブ沖縄プレゼンツクルーマザレディオです、はい、はい、もうね、ちょっとさっきの、はい、先ほどのね、もうこれは立てとこ、うんうんうん、はい、大丈夫大丈夫、で、デーモン閣下、世紀末の布教活動からのもう愛さんの表情がとってももう私はちょっとね、はい、引きがね、なかなかいや、そうですよね、愛さん、もう、もう、はい、ちょっとじゃないですよ、かなり引いてましたよマジか、はい、あ、愛さんすみません、すみませんね、はい、こんなもんなんですよ、渡す、ね、ちょっと金さんも年末ラストということで、はい、久しぶりだったんですよね、この世紀末のコーナーがね、はい、はい、ということで、あそこに当たったってことですね、そうです、ありがとうございます、今日はもうね、これわざわざ純駆動で買ってきたんですよ今日、はい、10時オープンに合わせて熱がくしすぎて私と全然目合わなかったですもんねでも今日の主役は愛さんなんです、はい、愛さんもね、いろいろちょっとハプニングもありの、はい、ちょっと副業活動もありので、はい、びっくりさせてしまったかもしれないんですが、はい、まだまだ、はい、時間ありますので、はい、先ほどのちょっと話をね、愛さんからも、はい、聞きたいなと思ってまして、はい、はい、もうやっぱり、年内もうすぐですけど、うんうん、また来年に向けての展望だったりとか、はい、はい、すいません、ダイビングショップとこのお店だったり、はい、事業の部分で、うん、ちょっとまあ来年のね、なんか目標じゃないですけど、うんうん、展望とか、はい、はい、あったりしますか、うん、はい、そうですね、はい、もしくは先ほどそう、うん、今力入れてるやっぱ肉バルさんとのコラボだったり、うんうんうん、その部分でちょっと補足で再度皆さんにご案内したい、うん、はい、はい、ところがありましたらご紹介お願いいたします、はい、はい、そうですね、ちょっとコロナになる前まではもう 99% この県外のお客様、うん、旅行で来られているお客様に照準を合わせて、うん、メニュー作りとかをしてたんですけれども、うん、はい、じゃあコロナになりましたってなった時に、はい、私たちがそうですね、県民の方に助けられたというか、うん、今まではアピールすらしていなかったものを、うん、チュラ特産であったりとかも本当
当に OTA を通じて、うん、あの番内の方をしたら、うん、何の何のまあ来てくれるわ来てくれるわ、うん、であの本当に助けられたので、うんうんうん、あのこのままじゃあいつちょっとコロナの方が収束するかは分からないにしてももし今まで通りの日常が戻せたとしても、うん、してもですね、うん、あの県民の方に向けてのメッセージを、うんうん、あのこれからも熱く熱く伝えていけたらなと思っています、うん、素晴らしい、はいはいはい、もう本当になんか愛さんのお話聞いてるとやっぱり沖縄への愛もすごくて、うん、もうまさかの移住組っていうね、うんあのうん、でももう20年くらいになるんですか、うん、はいそうですねもう半分以上沖縄なので、はい、そうですね今年で22年です。はいもうますますのね、うん、計算しないですよ計算しないですよそう、そう、そう私もちょっと年齢一緒だなと思ってすごいお若くてやっぱりね計算しましたねその顔してないですよいや本当にこの愛さんの笑顔にまた多くの方にね、うん、あの触れてもらいたいなとも思いますし、うん、ますますのねご活躍がこれからとっても楽しみだなというふうに思います、はい、ちなみに、はいうんうん主政に誰に誘われて、うん、そうそうちょっとねここからは少しだけあの、はい主政との絡みだったりとか、うんうんはいまあ、入られて変わった部分もね、はい最後にちょっとお聞きしたいですよ ね、 あそうですね、うんうん、はいあの主政はあの、うん、女優の、うんうんしもじなんで笑うんですかもう大女優ですよねしもじななえさんはい、はい、ななえちゃんに誘ってもらって、うんうん、そもそもこの FM 那覇さんで、うんうん、あのケニーさんと、うん私あのソードフィッシュ、うん、あの要はベストウェスタンさんとソードフィッシュと、うん、あと本間さん あのグルテンフリーの本間さん、うん、でななえちゃんがパーソナリティー喋る人、うんはいはい、で、うん、あの番組を、うんあのやってもらっている関係 で、はい、でそこで7月ぐらいにななえちゃんがケニーさんと私を主政の方に引っ張ってくれた、うん、といった感じです。あじゃあもう、うん、7月最近そう割と、うん、割と6月だったかな あでも、うん、もう本当に全然、はい、すごく、うん、侵入すごいですね入ったばかりでもうすぐに会員にまたなられてってことですしね。あいやこれからかもうね、うん、ますます楽しみな愛さんなんですけれども、うん、愛さんですねまたね、うん、あのコメント来てますよ。のりおさんからのりお、うん、山口さんの信者になりますあちょっと金さん負けちゃいましたね金ちゃん負けちゃいましたね拒否権はあるんですかね拒否権ありますよありますか大丈夫です大丈夫です、はい、であとゴリちゃんさんからも素晴らしいですね沖縄愛と愛さんならだからこそ沖縄愛とね本当にはい、はい、もうまさにまさにでございますよ、うん、はい皆さんありがとうございます、うん、でもう残すところあと3分ほどになりましたけれども、はい、愛さんはあのラジオのご出演は今日初めてあもう緊張の中ありがとうございま す、 うす、ね、もうこれが生放送っていう感じで、ね、あのいかがでしたかちょっと1時間振り返ってみてそうですねもうちょっとうまく喋れるとなんかぐらい思ってたんですけどとんでもないとんでもないです、はい、もうはいもうたくさんの方がね、うん、あの愛さんのこう笑顔とに癒されて元気をもらったのであとは皆さん恩納村の店舗の方にね直接足を運んでもらえたらと思います、はい、愛さん最後にですねこの、はい、あのお店の、はい最後にもう一度住所とあと問い合わせ先、はい、もし SNS や電話番号などありましたら、はいはい、窓口のご紹介だけお願いいたします、はいはいうん、ソードフィッシュとバルコラボですね住所が恩納村前田 928-1、はい、で電話番号が 098-963-0551、はい、になります、はい、ありがとうございます、はい、よかったです、はい、皆さんぜひぜひあのねあの愛さんのお店に行ってうん、うん、たくさん、海を堪能して、うんはい、マリンスポーツも楽しんでしっかりとあのエネルギー使った後は美味しいお肉でまたさらにエネルギーチャージしてください、うんはい、BGM は世紀末で、はい行きましょうあ、はい、アーキーさん、マセオさん、キンキンさん今日も楽しく聞いてますしままある島袋でした ありがとうございます山口さん最高とそしてね総裁さんからあなたの夢を叶えるラジオ FM のハート、はいはい、皆さんありがとうございますのりおさんあ、押し寿司
席は盛り合わせおめでたいですね、お弁当ありがとうございます皆さん、はい、はい、あっという間のね、あの時間だったんですけれども、今日の生放送は後日 YouTube にも上がりますので、はい、ぜひ皆さん YouTube の方でもご覧ください。そして、先ほどご紹介しました上原ミートさんのアグーもも肉セット、抽選で1名様当たりますので、くるまざ .pr@gmail.com まで、メッセージと、あとお名前ご住所番組への感想を添えてお送りください。お待ちしております。はい、はい、ということ、はい、今週は、株式会社 C4 の山口愛さんと一緒にお送りしてまいりました。はい、はい、そしてね、年内ラストの放送をね、はい、はい、締めくくることができましたね。来週が12月31日、この日はお休みです。お休みです。はい、はい、お休み、うん、で1月7日、のぶきの、八木さんがゲストとして、はい、小松代表で、はい、お送りしたいと思います。はい、皆さんも改めて本年もクルマザレディオの応援、はい、ありがとうございます。はい、リスナー皆さん、そして最後の鳥のね、はい、ゲストを飾ってくださった山口愛さん、本当にありがとうございました。皆さん素敵なクリスマスと、最高の年末年始をお過ごしください。はい、エロイムエッサイム、はい、エロイムエッサイム、怖い。よい、私もいや、こっちナムアミダブツ来てるからねハッピーメリークリスマス。